今日の学び発見は、太陽はどうして光っているの？太陽の中心温度は？太陽まで行くのにどのくらいかかる？の3つです。知識は積み重ねで作られる。知れば誰かに話せる。話せばより熟知する。それでは始めていきます。ねえ、ヒーロ、ちょっと聞いてほしいんだけど。何？アーサー。娘に太陽について聞かれた時にパッと答えられたらかっこいいよね。多分ね。勉強したんで知識の確認付き合ってほしいんだけど。いいよ、私も知らないしね。じゃあ質問、太陽はどうして光っているかわかる？もちろんわかるよ。それには太陽の始まりから話すね。宇宙には塵やガスがあって、それが長い時間をかけて一箇所に集まってくるんだよ。やがてそれは巨大なガスの集まりになって、その中心で核融合反応が起こったんだ。こうして太陽ができたんだよ。それは今も続いていて、それで光り続けているんだよ。今もなの？すごいわね。ところで核融合反応って何？簡単に言うと、水素原子同士がぶつかって別な一個のもう少し重たい原子、つまりヘリウムができるんだけど、この時に非常に大きなエネルギーを生み出すんだよ。これらの反応のことを核融合反応というよ。なるほど。水素がギュッとなってぶつかり合うと大きなエネルギーを出すのね。それが光や熱を生んでるってわけね。そういえば以前太陽の温度について話してくれたけど忘れちゃった。太陽の表面温度はおよそ6000度だよ。でも核融合反応が起きてる中心部は1600万度にもなるよ。想像すらできない温度だわ。太陽を観測すると表面に黒い斑点のように見える部分があるんだ。この部分の温度は4000度で黒点と呼ばれているよ。その他にも太陽の外側を取り巻く高温の気体の層があるんだけど、この部分は100万度以上もあるよ。この層はコロナと呼ばれているんだ。温度がだいぶ違うけど、なんでなの？まずは黒点から話すよ。これは太陽の磁場が関係しているんだよ。この磁場によって熱や光が妨げられ低くなるよ。実際はこの部分も光を放っているけど、周りより弱い光なので黒く見えるらしいよ。なるほど。コロナの温度は太陽の外側にあるのに、表面温度の6000度に対して100万度って160倍以上はおかしくない？そうなんだよ。コロナの温度がなぜ高いのかは謎なんだ。磁場やプラズマとかが関係しているのでは？と言われているけど、現段階ではわからないんだよ。まだまだ不思議は残っているのね。そうだね。太陽の磁場の力は黒点だけでなく、太陽フレアという大きな爆発も起こすよ。そして磁力線の影響によって、太陽表面とコロナの間の部分にガスの層ができて、炎がアーチ状に噴き出すんだけど、これはプロミネンス、光焔と言われているよ。まさに灼熱の星ね。そんな太陽の大きさはどのくらいなの？まず地球の直径は約12700km。太陽はそのおよそ109倍の140万キロメートルだよ。体積にすると地球の130万倍もあるんだ。130万倍って想像できないわ。地球から太陽までの距離はおよそ1億5000万キロメートル。光の速さで8分くらいかかるよ。時速 100km の車で休まず進んで171年ほどかかる計算だね。まあ歩かないけど、歩いたら3800年くらいかかる感じだよ。邪馬台国時代やハムラビ法典ができた昔から歩いていたら今頃着くよ。24時間365日休まずだけどね。大丈夫、歩かないから。すごく遠いというのは分かったわ。そういえば太陽はいつできたの？およそ46億年前だよ。宇宙自体は138億年前と今のところ言われているけどね。それについてはまた今度話すよ。そうなんだ。太陽って不思議でダイナミックで面白いわね。アーサー、これで大丈夫じゃない。
娘に教えてあげられるね。ありがとう。かっこいい父親になるために頑張るよ。それでは、また明日。また明日。いかがでしたか？今日の学び発見は？かっこいい父親に近づけたでしょうか？小学生でも大人でも、世界は不思議に満ちています。知識は積み重ねで作られる。知れば誰かに話せる。話せばより熟知する。次回は宇宙の誕生について。お付き合いありがとうございました。それではまたお会いしましょう。